宇宙人東京に、玄丸は、1956年1月29日に、公開された、大英製作の SF 特撮映画である。日本初の本格的カラー空想特撮映画。英語表題は、Warning from Space、もしくは Mysterious Satellite。サテライト有効的な宇宙人は、1951年公開のアメリカ映画、地球の静止する日。 地球への天体衝突は同じく1951年公開のアメリカ映画地球最後の日で描かれており宇宙人東京にゲンワルはこれら2作品の発想を合わせたような作品であるストーリーは被爆国である日本の核兵器廃絶の理想と未来の宇宙時代への夢が織り込まれている特撮の担当は後につぶらやプロのウルトラシリーズを手掛ける的場トール 登場する人手型の宇宙人、パイラ星人のキャラクターデザインは芸術家岡本太郎が担当している。後年のウルトラシリーズによくある姿形の全く違う宇宙人が地球人に変身して人類社会に潜伏するという描写を日本映画としては初めて見せた作品でもある。世界中で謎の飛行物体が目撃され、 国際会議や科学者はその正体をめぐって盛んに議論をしていた。そんな折、日本各地に人手型の宇宙人が出現した。彼ら、パイラ人は地球の原水爆開発に警告を発するために平和目的で来訪した宇宙人であり、日本に現れたのも世界唯一の核攻撃による被害国なら話を聞き入れてもらえるだろうと判断したからだった。 しかし地球人はパイラ人の姿を見ると恐れて逃げてしまい、意思を伝えることができない。パイラ人らは逆に地球人を容姿の醜い生物だと感じているが、友好のために地球人に変身しての接触を試みる。まず、帝国劇場のトップスターである美女、青空光の姿を選び、記憶喪失の美女、天の銀子として湖へ投下。 松田博士をはじめとする科学者たちに発見、救出させ、接触するように仕向ける。天野銀ギはマは、松田博士が、原水爆以上の破壊力を持つ元素、ウリウム101を研究していることを知り、その危険性と、理論研究の停止を訴え、有効を示す証として、新天体 R の地球接近を伝える。日本の科学者たちは世界に、 核兵器の提供を求めるが相手にされず、さらに松田博士はウリウム101の情報を狙う兵器産業スパイに拉致監禁されてしまう。そしてついに R の接近が確認され、その影響で地球上には天変地異が起こり始める。大地を襲う地震や津波に人類はなす術もない。監禁された松田博士も危機に陥るが、 そこにパイラ人が救出に現れた。ようやく危機感を持った超大国は核ミサイルを次々と新天体 R へ打ち込むが全く効果はなかった。ミサイルは全弾打ち尽くされもはやこれまでかと思われた時パイラ人は松田博士から聞き出した方程式をもとにウリウム101の爆弾を新天体 R に向け発射。新天体 R は爆発資産し、 地球は救われた。こうして人類は核兵器が完全廃絶された世界で新たな生活を始めるのだった。宇宙ステーション内で作戦を練るパイラ人たち体を死を持つ人手形で銅に当たる部位に大きな一つ眼を備えている。高度な科学力を持つ一方で友好的な宇宙人でもあり、地球には宇宙道徳に基づいて、 新天体 R の衝突を警告するために訪れ、地球近くに塩水を組み合わせた形の宇宙ステーションを設置し、アダムスキー型空飛ぶ円盤で地球に出入りしていた。地球人を顔の中心に出っ張りのある哀れな醜い生物と言っているが、それでも地球に入り手は地球に従えの信念で変身装置を使って地球人の姿に変化した。人間に変身した。 パイラ人は指紋がないことや驚異的な跳躍能力、瞬間移動能力を持つ。パイラ人たちが会話する場面では、音声も身振りもなく、画面隅に会話内容が字幕で出るだけであり、彼らがテレパシーで意思の疎通を行っていることが示される。なお、ポスターやスチル写真では、体の色は赤になっているが、映像中に登場する。 パイラ人はすべて黒い体に青い目をしている。パイラ人が登場した際の独特の音は、後に怪獣、ガメラがジェット噴射で飛行する際の飛行音に転用された。神田と読み、ありがとうございます。